ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、スマホやタブレットなどに接続して使用することのできる、こちらのコンパクトなキーボードを購入しましたので、ご紹介したいと思います。製品名としては、eWin Mini となります。このキーボードは、Bluetooth キーボードになります。では、早速開封したいと思います。セット内容としては、キーボード本体、それから USB ケーブルになります。USB ケーブルは Type-A と MicroB の端子となっています。では、キーボードの方ですが、何といっても最大の特徴はコンパクトなところで、ちょうど手のひらに乗るサイズになります。こちらのスマートフォンと比較するとこんな感じ。ちょうどスマホの縦の長さとほぼ同じぐらいの大きさになります。キー配列はこんな感じで、ひらがなの印刷もありますが、配列はやや特殊な配列となっています。パソコンなどのキーボードと比べると、エンターキーが小さく、また、一般的なキーボードは、このスペースキーの横に無変換キーと変換キーがあるんですが、こちらのキーボードは、それらのキーはありません。一つ特徴としては、この部分にタッチパッドが搭載されています。ですので、カーソルを動かす際など、この部分があるおかげで操作がしやすくなるのではないかと思います。本体裏側はこんな感じで、特にボタン類はありません。本体上面については、この部分に Bluetooth レシーバーが入っています。ただ、タブレットやスマートフォンの場合、基本的に Bluetooth は内蔵されていますので、これは使う必要はないかと思います。本体左側面については、充電用のマイクロ USB 端子、そして電源スイッチ、本体下部にはボタンがついています。このボタン意外かもしれませんが、このように LED ライトを点灯させるためのボタンになります。さすがにこのキーボードを懐中電灯代わりに使うには無理がありますが、暗い場所を少し照らすという使い方であれば十分使えるかと思います。明るさも意外と明るいです。では、実際にこのキーボードをスマートフォンに接続したいと思います。まずはキーボードの電源を入れます。そして、スマートフォンの Bluetooth の設定をオンにします。キーボードに搭載されているこの Bluetooth ボタンを押します。そうすると、スマホ側に Bluetooth 3.0 マクロキーボードというのが出てきます。こちらをタップします。では、実際にこのキーボードを使って文字を入力したいと思います。このように文字を入力することができます。もちろん、エンターキーで開業もできますし、デリートキーを押して文字を消していくこともできます。では、このタッチパネルの部分はどうかということですが、実はもうマウスカーソルがこちらに出ています。タッチパネルを操作すると、カーソルをこのように動かすことができます。そして、文字を選択するには、このシフトキー、そして、この下についているカーソルキーを組み合わせることで、文字の範囲を指定することができます。シフトキーを押しながら、このカーソルキーを押すことによって、このように文字を選択することができます。この辺はスマホのソフトウェアキーボードだけではなかなかしづらい操作ですので、こういったキーボードがあるととても便利です。文字を切る頃には、コントロールキーを押しながら X をクリックします。そうすると、このように文字を切り取ることができます。その他にもコントロール V など、いくつかショートカットも使うことができますので、やはりこういった物理式のキーボードがあると、文字入力はとてもはかどります。ということで、今回はスマホやタブレットに使用することのできるこちらの Bluetooth キーボードを購入しましたのでご紹介しました。価格も比較的安い製品ですので、スマホとほぼ同じサイズで携帯しやすいこのようなコンパクトなキーボードを探している方にとってはおすすめの製品かと思います。なお、こちらのキーボード販売ページについては動画の概要欄の方にリンクを貼っておきます。価格や実際に購入された方の口コミなど気になる方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。
グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。